Hey guys, we have a gift for you! どうも !PJ 荒北仮面パイセンです Woo! 今日はこの2人、ティーンローディー、この2人ね、PJ 荒北仮面の交通安全動画、そしてハンドサイン動画を毎回見て、すごい優秀な走りをしているということなので、この荒北仮面、彼らがどれほど優秀なのかちょっとね検証するため後ろから追いかけてサイクリング楽しもうと思います。いっちゃいまーショータイム。改めましておはこんばんちょら、アラサイ最高だぜ。うーどうも PJ 荒北仮面パイセンです、今回は現在PJ 荒北仮面の前方を走っているフェルト AR5、 そしてコロナ号 CRS、 この2台のロードバイクにまたがる2人のティーンエイジャー、この2人がなんと荒北仮面とエンカウントした際に、荒北さんいつも交通安全動画見てます、そしてハンドサイン動画参考にして安全を心がけて走っていますっていうね、荒北仮面に第一声くれました。めちゃくちゃ嬉しかったんです。これは荒北仮面かつてはねスピード強的な感じの動画ばっかり上げていたんですが、あることをきっかけでね、ある事故がきっかけでやっぱりスピードを出す、スピードが乗る乗り物だからこそ安全に走ら、あ、いいね素晴らしい、早速ハンドサイン見せていただきましたね。スピードが出る乗り物だからこそ安全第一、そしてグループライドする際はさらにね後続の者に前方の危険を知らせるというね、このハンドサインであったりね、そういったものを知らせる術、ね、こういったものを学ぶ必要がある、この重要性ね、解いてきました。その中でその活動がようやく実を結んだんだなってね、最近大いに思うようになってきました、ね、今回出会ったこの2人だけではなくてね、コメント欄でもよくね荒北仮面の交通安全動画、そしてハンドサイン動画いつも参考になっています、ありがとうございます、こういったコメントたくさんいただけるようになってきました。なので PJ 荒北仮面パイセン、これからも安全第一、交通ルール優先の楽しいエンジョイ勢のサイクリング動画どんどん上げていくんで、よろしくマンドリルです。ふう最高、安全運転最高だぜ。ふう、それではここからは、まあ、2人の走りメインですね、2人のティーンエイジャーの走りメイン、ところどころ危険なポイントもあるでしょうね、おそらく人で密集している場所、野球グラウンドの場所、ね、サッカーグラウンドの近くはやっぱりちょっと危険が伴います、そういった場所でこの前方を走るティーンエイジャー、本当に PJ 荒北仮面のこの交通安全動画、そしてハンドサイン動画を見て、お勉強して、そしてそれ普段から実践しているのかちょっとね検証させていただきたいと思います。ふう、荒北仮面は厳しいですよ、ハンドサインはね特に厳しいです。それじゃあところどころナレーションを挟みつつ2人の垂れ流し、お素晴らしい、ね、やっぱりこういう遅いママチャリのキッズ、ね、お父さん、ね、子供が置いてかれて待っている、そういった状況でね即座に反応してハンドサインを出す、素晴らしいです。さあこういったね、橋の下もね暗くなったり明るくなったりして結構危険です。でこういったところでも、まあ、人とねエンカウントする、こういう感じですね、こういうママチャリ、うわ素晴らしい、常にハンドサインで、あ何、あ落下物、あつなぎ目ですね、うわすごいね、路面が危ないよっていうね、下に指を下に向けてここ危ないよっていうハンドサインも出してましたね、素晴らしい最高、なかなかやるね、なかなかやると思います。じゃあ荒北仮面安心してすれ違うローディーさんに野営を送りまくりましょう。この前を走るね2人の後ろだったら安全にグループライドできるんです。チャリクラのみんなちゃんとハンドサインしてますか？チャリクラってやっぱり速く走ることであったり高級機材を手に入れることがね、なんか SNS を見ていると優先されるような感じがするんですけど、荒北仮面や
まあ常識のある大人のサイクリストはやっぱりその速く走りたい、高級機材に乗りたいっていう気持ちは二の次三の次なんです。一番大事なのはロードバイクス、そしてクロスバイクス、マウンテンバイクス、スポーツバイクライフを楽しむ、これが一番優先なんです。エンジョイ勢は楽しむことが優先、そして安全に楽しむ、これが大前提なんです。なのでチャリクラの皆さん、ぜひね PGA 荒北仮面のハンドサイン動画、そして交通安全、これはすごいですね。これは、かなりの複合技、今の複合技ですね。うわ最高ね、荒北仮面の交通安全動画であったり、まあ、ハンドサイン動画をね徹底的に勉強して、どういう状況で事故が起こりやすいのか。あ、今すごいですね、かなり速いね。日本は左側通行なんですが、右側通行でジョギングしている方、ね、まあ、基本的にサイクリングロードなんで、もう左右とか関係ないですけど、ああいうね、ああいう、まあ、自転車から見た場合、逆走のキッズ、ね、ジョギングキッズが来た場合、やっぱり回避しなくちゃいけません。その時にハンドサインを今みたいな時に出さなかったら、荒北仮面に気がつかずにキッズに激突しているかもしれなかったですね。うわすごい、やっぱりハンドサインとっても大事なんですね。やっぱり速度差ね、ママチャリと、ね、速度差がある乗り物ね。でまあママチャリと同じ速度で走れっていう方いらっしゃいます。まあ、ママチャリと一緒の速度で、まあ、走れば絶対に事故は起こらないんですけど、ママチャリの速度って時速15キロぐらいですよね。そうやったらもうロードバイク乗る必要ないですよね。なのでやっぱり、まあ、ロードバイク買って、まあ、大人であれば、まあ、免許、自動車の免許を持っていて、一般道の車道区間走ることは可能ですが、やっぱり免許を持ってない子どもたち、車道、特に大通りはね危険なんです。なのでやっぱりロードバイクの楽しみ方、そしてスポーツバイクの楽しみ方で、安全な、ビンディングペダルの練習する場所ってやっぱりこういった河川敷の、サイクリングコースであったりするんですよね。なのでやっぱりまあこのサイクリングコース上でもやっぱり歩行者さんが、ね、一番優先です、ね、交通弱者の歩行者さんが優先なんですが、まあ、その中でロードバイク、ね、結構速いスピードで走ることができるこのロードバイク、ね、ローディー、そしてサイクリストが心がけることは、まあ、安全第一、歩行者さん優先、そういったね、信念を持って走れば、事故を起こさずに走ることができるんです。安全第一、ふう最高です。そして今回、私荒北仮面の前方を走るこの2人のティーンエイジャーには、いつも通りの、2人だけで走っている時の走りをちょっとね見てみたいので、荒北仮面がいないと、いない前提で普段やってる2人の走りを見せてくださいっていうね、お願いをしました。で2人ともね、まあ、アウンの呼吸っていうんですかね、アウンの呼吸、ハンドサインを出せばそのスリップストリームを使ってローテーションをしながら、疲れを分散しながら走る、これね2人とっても息が合ってるんです。まあ、高速巡航っていうものもね大事なんですが、やっぱりこの前を走るねフェルトの彼、前を走るフェルトの彼と後ろを走るコロナ後の彼は、まあ、同級生ではありますが、ロードバイク歴は、前方を走るフェルトの彼の方が長いです。なので、この彼の速度に合わせるのではなくて、後方を走る、コロナ後の彼の、速度に合わせて、いつも、無理なく走っている、ね、このリーダーシップですね、フェルトのカーボンロードバイクを持っている彼のリーダーシップ、これね大いに発揮されていると思います。そしてここで今ローテーションしましたね、今頑張ってます、ね、コロナ後の、ビギナーサイクリストのティーンエイジャーめちゃくちゃ頑張ってます、ね、これもうペダリング見ただけで頑張ってるの分かりますよね。それが分かってるからこそこの後方のフェルトの彼は、煽らない、ね、前方を走る彼が、無理をしないよう、無茶をしないよう、ね、そういった走りを、しているように伺います、ね、皆さんペダリング、まあ、上級者の方だったらこの2人のペダリング見たら分かりますよね、どちらが余裕があってどちらが、まあ、ちょっと頑張ってる感、そういった風に感じることができると思います、ね、でも2人のこのあうんの呼吸本当素晴らしいです、ね、そしてこのハンドサイン、もうハンドサイン今日何回見ました、なかなか
この子供たちね、ティーンエイジャーでハンドサインここまで完璧な方々って今まで、まあ、トリック・テルクのね、荒北画面がビアンキ丸の内で1年メンテナンスした時に出会ったトリック・テル君ぐらいです。これ荒北画面が認めるチャリクラ3人目ですね。3人目の、チャリクラと本日3ヶ月ぶりの荒川サイクリングロードで巡り合うことができたんです。なんか嬉しい。感無量です。感無量最高だぜ。ウォーイエス。あ、そして間もなくゴールの堀切がね近づいてきましたね。堀切近づいてきました。あー、もうすごい華麗ですね。華麗なハンドサイン、そして華麗なオーバーテイク、美しい、ビューティフォーだぜ。ふう、わお、お、いいですね。見えてきましたよ、堀切ジャンクション。堀切ジャンクション見えてきました。うー、さあここから再びフェルトの彼が前方に出て、いやーゴール目指して、ゴールスプリントですね。ゴールスプリント気味の、ちょっとね、ちょっと加速しましたね。テンション上がってきました。そしてここら辺多い。わー、やっぱりその荒川サイクリングロードに限らず、やっぱりサイクリングロードで危険なのが、まあ、自転車の並走ですね。今みたいな並走、ああいった、自転車の並走をオーバーテイクするのって結構難しいんですよね。今のは速度があんまり乗ってなかったんでオーバーテイクできましたけど、意外と難しい。あっと、フェルトの彼、ちょっとゴールが近づいてテンション上がってきました。そしてもうゴールが近づいたということで、フェルトの彼が加速してしまったせいで限界頂点マンドリル、孫の彼ちぎれていきそうな感じですが頑張っていますね。同級生の先輩にちぎられないよう頑張っています。素晴らしい。上のパンターニ、ふう、行っちゃいましょう。お、追いつきましたね。再びスリップストリームに入りました。素晴らしい、ど根性ですね。再びスリップストリームに入って空気抵抗を減らしてちょっと楽になりましたか。残り堀切駅までは 500m 切りました。でこの先ちょっとね、まあ、徐行区間があったりちょっとした坂があるので、まあ、無理をなさらず、まあ、マージン、心のマージン、足のマージンを取りながら走っていってください。そして歩行者さん優先で、走っていきましょう。あ、いいですね。ちょっとずつ走りが熱くなってきましたが、安全運転、この2人だったらね、安心して一緒に走ることができます。ふう、見えてきました。最後の、6% 台ぐらいの坂がこの先に控えています。行きましょう。行きます。徐行を越えたら坂に向けてダンシング登りますか。大丈夫ですか。上のパンターニさん、ふう、いいですね。最高ゴールです。それじゃあね、2人の、姿撮影させていただいたんで、ちょっと堀切駅で、まあ、いつも荒北カメラが補給している、自販機でおごらせていただきたいと思います。荒北仮面、 Holy shit。 コロナの影響かどうかは分かりませんけど、堀切駅の自販機なくなっちゃってました。そんだけでこの先のこの自販機で、堀切駅の先のこの自販機で2人にドリンクおごらせていただいちゃおうと思います。いやー、喉からから飲み物を買おうとして自販機のないこの地獄感やばいです。それじゃあ2人に何か飲んでもらおうかな。僕はこのクーですね、クー。そして2人は、これ何、お水とイロハスとリアルゴールド。わお、いいですね。いい選択です。2人の個性が現れてます。ふう、今日の動画楽しんでいただけましたか。もしこの荒北仮面のチャンネルに、そして荒北仮面の、動画に、可能性を感じていただけたのなら、ね、私のチャンネルに可能性を感じていただけたのであれば、僕よろしくお願いいたします。いや、よろしくお願いいたします。ふう、イエス。それでは画面の前の貧客庶民サイクリストの皆様にも、良きサイクリングライフ訪れることを、この PJ 荒北仮面心から願っております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。PJ 荒北仮面とティーンエイジャーローディは荒川サイクリングロードからクールに去るぜ。バイバイ。ふう、荒川最高だぜ。ふう。